フナッピーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆様、 YouTuber の皆様、お元気ですか？フナピーも元気ですよ。言った感じでやってきますね。はい、今日もフナピー島パトに行ってまいりました。今回はムムさんの新作、着回し力抜群のあったかアイテムを購入してまいりました。はい、こちらですね、裏パイル裾タックプルオーバーでございます。商品情報はこちらでね。サイズ展開は M から LL までで、フナピーは LL を購入いたしました。そしてカラーバリエーションはこちらのグリーンの他にブラックとブラウンがございました。フナピーはもちろんグリーン推しなので、グリーンにいたしました。前身頃に両サイドの裾にタックが入った全誤差あるコクーンシルエットがポイントのプルオーバーでございます。生地はポリエステル 70%、 綿 30% のスウェット生地に、裏は裏パイル仕様で、これから寒くなる季節でも着用できます。ネックラインはトモ布の襟で、カジュアルすぎないクルーネックとなっております。長袖の袖口はトモ布のリブで、ふわっと適度なボリュームある長袖となっております。このクオリティで1000円しないのは嬉しいアイテムでございますね。って、あれほどフナピーがスリットはあった方がいいよとか、コクーンは後ろ姿がフナピーが着るとほっこりしちゃうよとか言っておりましたが、今回のプルオーバーはちょっと違います。本当ですかって思う方はコーデも見ていってくださいませね。ではコーデをする前に、フナピーインスタもやっておりますので、よかったら見てくださいませ。はい、こちら裏パイル裾タックプルオーバーでコーデしてみたいと思います。ボトムスはオファロのチェック柄マーメイドスカートに、履いてる靴はムムさんの細ビットローファーでコーデしてみました。トップスの色とリンクさせ、統一感持たせたコーデにしてみました。トップスがボリュームがある分、ボトムスはボリュームは控えめな方がいいと思いました。そしてこちら裏パイル裾タックプルオーバーでございますね。裾にタックが入っていて、この裾の部分が緩くなっているので、裾がこうやってね、すぼまってしまうとぽっこりお腹やヒップが気になりますが、緩くなったこのコクーンシルエットで立体的になっているので、体のラインを拾いにくいです。しっかりね、ぽっこりお腹もカバーしてくれてますね。フナピーのヒップはちょっとカバーしきれておりません。これはフナピーのヒップのせいでございます。軽い着心地で保湿性のある裏パイルで、柔らかい肌触りでございます。とってもあったかいって聞かれると、そこまでとってもあったかいっていうわけではございませんが、今の季節にはぴったりだと思います。ゆとりある長袖はフナピーが着用すると手首が見えるぐらいの長袖となっております。ムムさんが M を着用している時はこんな感じでね、ゆるく着用しておりましたね。フナピーも頑張れば
感じで緩くなります。あれ、はい、次いってみましょう。インナーにアクアヒストリーのロングタートルネックとボトムスはライトオンのデニムに、靴はムムさんの細フィットローファーと、持ってるバッグはサンマドラーのミニトートバッグでコーデしてみました。レイヤードしてもトップスに響かないので、レイヤードも楽しめます。そこで、はい、アクアヒストリーのロング白 T シャツをインナーに着用し、靴はムムさんのスニーカーに、バッグもムムさんのボストンバッグでコーデしてみました。白 T シャツをインナーにして、ネックラインや裾を見せれば、重くなりがちなカジュアルコーデも軽やかになります。では次聞いてみましょう。インナーに岡田由里さんの V ネックフード付きプルオーバーに、ボトムスはツーピンクのクリンクルスカートと、履いてる靴はテラさんのテラウェイのハーフストレッチブーツでコーデしてみました。フードとスカートとブーツの色をリンクさせて、袖口や裾を出して今風のレイヤードコーデにしてみました。ボトムスやブーツの色を同系色にするとすっきり見えます。はい、次行ってみましょう。ボトムスは晴れ色の三段プリーツスカートに黒のパンプスでコーデしてみました。ボトムスはグリーンの濃い色で、グラデーションをつけたきれいめとカジュアルのミックスコーデにしてみました。はい、これでフナピーのシマパコアンドコーデネート終わりにしたいと思います。皆さんの何かの参考になれば嬉しいございます。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ、また見てね。バイバイ。